国の登録有形文化財に登録された歴史的文化的建造物である旧天草教育会館を今に受け継ぐ天草文化交流館。ここでは天草のさまざまな伝統工芸を体験できるんです。今回チャレンジするのは陶芸。実は天草は陶芸が盛んな地域。江戸時代に良質な天草陶石を使った陶磁器が作られるようになり、地域の名産となりました。現在も天草にはたくさんの窯元があり、多くの観光客が訪れます。それでは早速陶芸体験をしていきたいと思います。今日熊門に教えてくださるのは北野さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。熊門、今日はどういうの作りますか？まずは何を作るか決めます。どれがいい？どれどれ、これ大きい丼でいいですか？OK。 作るものが決まったら下準備。はい、文化交流館ではまずろくろをする前に菊練りっていう空気を抜く作業の、体験をしていただいてます。粘土に空気が入っているとひび割れが起きるため、空気を抜く作業を行います。それが菊練り。ご覧のように菊のような形になることからそう呼ばれています。菊練り3年、ろくろ10年、くまモン上手にできるかな？そうそうそう、左手で上げて右手で押す、左手で上げて右手で押す、頑張れ。よし、どんな風になった？バッチリです。はい、やったーって。くまモン、どれどれ、ガーン。先生に整えていただきます。砲弾状になってきたら、はい、この粘土をいよいよろくろ台の方に持っていきます。はい、じゃあ早速くまモン、今からろくろ体験していくよ。はい、まずは粘土を優しく包んであげてください。両側からぐーっと包んであげてください。はい、いけるかな、ゆっくり。はい、ゆっくり包んだら今度は親指2本で真ん中に穴を焦がしていきます。お、上手上手。はい、ゆっくりゆっくり焦がしていきます。はい、で自分が欲しいなって思うぐらいの器の深さまで焦がしていったかな。一回離してみようか。お、バッチリです。はい、これをどんどん大きく広げていきます。添えるだけでどん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 上に立ち上がってくるので、はい、ちょっとずつ形の器の形になっていくと思います。はい、いい感じかなと思います。続いて器の中に指を入れ、ゆっくり少しずつ上げていきます。下から上にゆっくりゆっくり上げていきます。はい、で左手を外側に添えます。この状態でゆっくり下から上にゆっくりちょっとずつちょっとずつ上げていきましょう。ちょっとちょっとくまモン、ゆっくりだよ、大丈夫？あんまりいきなり力入れると崩れるからね。崩れちゃったね。はい、これを今からじゃあもう一個作り直します。先生が作り直していると背後から忍び寄る影が。気を取り直して再開。今度はうまくいくかな。スーッと上に上げていく。おお、バッチリ。いい感じのお茶碗になりました。バッチリ。
ここからなめし革で縁を整え、スポンジで水分を吸い取り、なだらかにぐーっと引っ張ってください。よし、糸で切り取り、オッケー、いくよ、よいしょ、はい、完成です。くまモンサイズの立派なお茶碗ができました。じゃあ今から1週間ぐらい乾燥させてから、高台っていう場所を削ります。高台っていうのはこの下の部分ですね。こちらの高台の方を削らせてもらった後に、またちょこっとだけ乾燥をさせて、その後にまず素焼きっていう焼きの工程に入ります。だいたい700度の温度で7時間から8時間かけて焼き上げて、3日間かけて温度を冷まします。でそれが終わったら絵付けの作業に入ります。で絵付けがしたら、いよいよ本焼き、本番の焼きに入ります。でだいたい今日から1ヶ月ぐらい後にはできてきます。なのでくまモン、今日はここに4種類色があるけど、どんな色にしたい？緑。どっち？透明。青。天草の青色に決定。1ヶ月後なんと出来上がりましたよ。はい、それがこちらです。じゃじゃん。わあ、くまモン、ねえ、立派なお茶碗が完成しました。ねえ、すごいね、くまモン、これ本当に自分で作ったの？僕が愛情を込めて作ったんだもんと。これでね、美味しい熊本県のね食材を使ってね、ご飯を食べたいよね。ぜひね、皆さんも天草で陶芸体験をしてみてください。